今回は妊活と栄養素についてのお話です。栄養素の中でもビタミン E についてお話をしていきたいと思います。今回ね、ビタミン E についてお話をしていきます。ビタミン E なんですけど、ビタミン E、このビタミン E というのがなぜ妊活をされている方に摂取していただきたいか、摂取していただきたい栄養素になるかというと、酸化を防いでくれる働きがある、抗酸化作用と言いますね。抗酸化作用、抗酸化作用、酸化を防いでくれる働きがこのビタミン E というのが強いので、まあ積極的に摂取していただきたい栄養素になります。酸化をすることというのがマイナスになってしまいますというお話を以前にもしていますが、やはり酸化することで細胞の質が落ちてしまいます。細胞の質が落ちてしまうと、どうしてもね、いいものを作ろうと思った時にいい卵子ですとか、あとはもう子宮内膜もですね、酸化してしまうことで子宮内膜の、細胞膜の状態とかも、マイナスになってしまうことから、この抗酸化、酸化を防ぐことを積極的にしてあげる、細胞を老化させない、まあ、こういうような表現もできると思うんですが、やはりすごく重要になってきます。抗酸化作用があるものとしては、このビタミン E の他にもビタミン A とかビタミン C とか、まあ、この辺も抗酸化作用があります。特にこのビタミン E というのは細胞膜に働きかける、細胞膜が傷つき老化をすることを防いでくれる働きがこのビタミン E にはあります。このビタミン E ですが、アーモンドとかのナッツ類とかに含まれるような栄養素になってきますので、まあ、妊活をされている方、妊活さんとかだと間食でアーモンドとかナッツ類とか摂取するのおすすめですよ。甘いものを控えられない方はナッツとかでね、ちょっと空腹をしのぐとか、まあ、間食いいですよっていうお話もしますが、ビタミン E、ビタミン C、ビタミン A、まあ、抗酸化作用がありますというお話をしましたが、酸化してしまうと細胞が硬くなったりとかしてしまうわけですね。焦げついたりとか錆びついたりとかっていう表現をしたりもしますが、まあ、ここ細胞膜とします。細胞膜、酸化のストレスを受けてしまうとどんどん硬くなってしまうんですね。硬くなってしまうと、筋肉もそうですが、硬くなってしまうとうまく収縮できなかったりしますよね。なので働きが悪くなる、血行も悪くなります。いいものを作ろうと思った時になかなか作り出しにくくなってくる、まあ、そういうことを防いであげるためにこのビタミン E とかを摂取していただくとどうなるかというと、この細胞膜の中にビタミン E というのが入り込んでくれます。ビタミン E が細胞膜の中に入り込んできて、酸化ストレスを受けると、このビタミン E がね、酸化ストレスを受けるような形になります。そうすると酸化してしまったビタミン E というのはこの細胞膜の中から外に出されてしまうんです。酸化したビタミン E、 ビタミン E が今度どうなるかというと、ビタミン C をしっかり摂取してると、このビタミン C が酸化したビタミン E をキャッチしてくれて、酸化した部分を今度自分が受け取ってくれるんですね。ビタミン C が酸化のストレスを受け取ってくれます。そしてビタミン C が酸化した状態になると体の外に排出されて、でビタミン E というのは酸化をビタミン C に渡して、また普通のビタミン E になって細胞の中に戻ってきて、まあこういうのを繰り返すことで酸化することを防ぐ、老化を防いでくれるというような仕組みになっています。
こういうふうに今お話ししたような形でビタミン C とかビタミン E とかが細胞が酸化することを酸化ストレスから防ぐ働きをしてくれます。なのでね、まあ、こういう栄養素、まあ、しっかり積極的に、ね、摂取していただく必要があります。どうしても酸化してしまうことでこういう細胞膜というのが硬くなったりとかしてしまうと、いいものを作り出そうと思った時にしっかり働いてくれない。どんどん老化したものってやっぱりね、若いものと比べていいものってできないですよね。なのでしっかりこの酸化することを防いであげる、まあ、そうすることでいい卵が取れたりとか、いい子宮の内膜の状態が維持できたりとかっていうことにつながっていきます。このビタミン E というのは、まあ、抗酸化作用の他にも血流を良くしてくれる働きもあります。まあ、そういうことを考えると、例えば移植とかされた方とか、まあ、やっぱり重要になってくるのは着床した後うまく維持できるかどうか、まあ、そういう時に血管の状態とかも重要になってきます。以前にも流産を防ぐためにはというようなお話をしていきましたが、血管の状態、血管が閉塞してしまうことというのを防ぐためにも、やっぱりこの酸化ストレスというのを防いであげたいものになってきます。酸化することで、まあ、子宮内膜とか卵巣とかと同じように血管の状態というのもどん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 ね老化していくと、まあ、例えば動脈硬化とかもそうですけども、血栓というのができやすい状態、血管が、血管の中、この細胞と一緒ですね、細胞が硬くなってしまうとやっぱり壊れやすくなってくる、壊れやすくなると血管の中の内皮細胞とかが剥がれやすくなったりとかするということを考えると、血栓というものができやすいんじゃないかというふうにも考えます。血栓ができてしまうと内膜を維持できなくなり、妊娠状態を維持するのがちょっと難しくなる、まあ、そういうことを避けてあげるためにも抗酸化作用があるこのビタミン E とかビタミン C もそうですね、積極的に取ってあげたい栄養素、ビタミン E は血流も良くしてくれる、やっぱり大事な栄養素になってきます。ビタミン E を含んだ食品としては、先ほどもねお話ししましたが、ナッツ類とかアーモンドとかですね、まあ、そういうものをおすすめになってきます。ビタミン E も含まれていますし、その他にも体にいい油、オレイン酸とか言いますが、そういうものを含んだ食品になってきますので、まあ、妊活されている方にとっても、ね、間食とかの時にも取っていただいたらいいような食べ物になってきます。健康な状態がやはり一番妊娠しやすい状態とも言えると思います。まあ、そういうことを考えると、普段あまり体に必要ないもの、良くないものを取りすぎている場合は極力減らしていく、体に必要なものだけどもなかなか摂取できていないものは積極的に取るように意識してあげる、まあ、こういうことを、普段から、ね、意識していただいて妊活を頑張っていただくと妊娠に近づいていくと思います。